休憩前に引き続き会議を再開します。次に13番松本良三議員。はい、松本。はい、松本議員。議長の許可を得ましたので早速始めさせていただきます。1、クラブ活動時の熱中症対策について。日曜祭日夏休み等学校が休みの時に休館が出た場合どのような対応をしているのか。2、熱中症で体調が悪くなった時に一時的に休める緊急ルームなど運動場体育館にあれば良いと思うがそのようなことは考えられないのか。3、学校内の一部を使用することはできないのか。大きな2番、学校内での節電対策について。1、これから暑くなりクーラーの使用とともに電力の消費が多い季節になるが電力の消費が最小限となるようにどのように、節電対策を行うのか。大きな3番、消防団員の減少対策について。1、消防団員が減少している原因は何か。2、消防団員の減少に対しどのような対策を行っているのか。3、令和4年1月18日付で消防庁次長から消防団の充実強化についてと題し、報酬等の処遇改善等について通知が出ているが本市では消防団員の年額報酬の引き上げ、出動報酬の支給は行うのか。4、消防団車庫の設備が各分団によって相違がある。本市として消防団車庫を設置するにあたり、最低限の設備基準はあるのか。以上でございます。教育長。13番松本良三議員のご質問のうち1点目のご質問のクラブ活動中の熱中症対策についてのうち、まず1番目のご質問の、日曜、祭日、夏休み等、学校が休みのときに休館が出た場合に、どのような対応をしているのかについてお答えいたします。活動中に利用者が気分が悪いなどの体調不良を訴えたときには、風通しの良い日陰などに運んで、ベルトを外すなど、体を楽にさせるといった対応をしており、顔色や呼吸などから熱中症が疑われる場合には、救急車を要請します。次に2番目のご質問の熱中症で体調が悪くなったときに休める緊急ルームなどが運動場、体育館にあればよいと思うが、考えられないかと、3番目のご質問の学校内の一部を利用することはできないかにつきまして、関連がありますので、一括してお答えいたします。利用者が体調不良を訴えたときには、ご提案のような緊急ルームがあれば、その人を安静にさせるために有効だと思いますが、専用の部屋を確保することは、それぞれの施設のスペースの問題から難しいと考えています。市内4つの体育館には研修室等がありますので、その部屋を活用するなど、臨機応変に対応していきたいと考えております。学校内の施設についても同様であり、学校の教職員に声をかけて、保健室等を利用することも可能だと思います。いずれにいたしましても、市内各スポーツ団体指導者に対し、
活動中の健康観察、こまめな水分・塩分補給、緊急時の対応等について改めて通知し、熱中症対策の徹底を図ってまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。教育管理部長、声を出してね。引き続きまして、2点目のご質問の学校内での節電対策についてお答えいたします。市内の小中学校には多数の電気設備が備えられており、夏場においては議員ご質問のクーラーの使用とともに電力消費が多くなります。小中学校のような高圧受電設備を設置している施設にかかる電気の基本料金は最大使用電力量により決められ、この使用電力量の基本料金を1年間支払うことになります。このため空調設備のグループ分けを行い、グループごとに順番に起動開始させて最大使用電力量を抑える機能を設備設置当初から導入しており、また使用電力量を監視し、目標電力を超えそうな場合には制御をかけ、目標電力を超えないようにする機能もつけております。これらの機能の活用をはじめ、辰野市立小中学校空調設備運用指針を策定し、小中学校に配布指導する中で、稼働時間を需要時間内とする、下記の空調設備使用時の設定温度を27から28度にするなど節電に努めております。しかしながら近年の猛暑時においては、子どもの体調管理を優先し、学校の判断で柔軟な対応をするようにしておりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。はい、総務部長。引き続きまして3点目のご質問の消防団員の減少対策についてお答えいたします。まず1番目のご質問の消防団員が減少している原因についてでございますが、議員ご承知のとおり、国が本年1月に公表した令和3年度消防団の組織の概要等に関する調査結果等によりますと、令和3年4月1日現在、全国の消防団員数は80万4877人で、前年度に比べ1万3601人減少しており、3年連続で1万人以上減少しております。本市におきましても、本年4月1日現在の団員数は1226人で、合併当初の団員数1426人から200人減少しているところでございます。減少の原因といたしましては、少子化や人口減少、被用者割合の増加、共働き世帯の増加等、社会環境の変化によるところが大きな要因であると思われます。次に2番目のご質問の団員の減少に対してどのような対策を行っているのかについてお答えいたします。全国的に消防団員の減少が続く中、国においては消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の施行を契機に、消防団への加入促進等に取り組んでいます。本市におきましても、消防団を補完し、特定の役割や活動のみを実施することを可能とする、機能別消防団員制度を平成31年4月に導入し、昼間火災等への対応に協力いただく市内事業所を機能別消防団として設置しております。平成31年4月には1事業所で団員5人、令和3年10月には1事業所で団員5人、計10人の機能別消防団員を任命しております。また団員募集については、昨年度消防団員募集チラシの自治会臨時回覧や広報辰野に団員募集記事を掲載する、若者に対しましては、成人式において消防団員募集チラシを廃止するなど、入団啓発に取り組んでおります。
消防団におきましても、常時入団の声かけを個別に行い、地域の火災防災訓練時に参加し、消防団の活動について PR していただくとともに、小学校の運動会等でのはしご乗りや一斉放水の披露、小学6年生を消防団車両に乗車させての車両更新を行うなど、将来の地域防災力の担い手となる子どもたちに、消防団活動に興味を持ってもらえる取り組みを行っております。次に3番目のご質問の、消防団員の年額報酬の引き上げ、出動報酬の支給についてお答えいたします。消防団員の報酬等の処遇改善につきましては、本年1月18日付で、消防庁次長から地域防災力の中核となる消防団の充実強化についての通知があったところでございます。その内容は、消防団員が、団員数が著しく減少している状況を踏まえ、消防団の充実強化に向け、今後特に重点的に取り組んでいく事項について取りまとめられたもので、報酬等の処遇改善については、非常勤消防団員の報酬等の基準である、団員階級への年額報酬の標準額は36,500円、出動報酬の標準額は、災害に関する出動については1日あたり8000円とする基準に沿うことが示されております。本市の団員階級の年額報酬は15,000円で、出動報酬につきましては支給しておりません。団員報酬等の財源については、地方財政措置によることとされておりますが、標準基準額での総支出額と交付税算定額とでは大きく乖離する傾向にあります。現状においては、西播磨消防組合の構成市町との情報交換を行っている段階でございますが、連絡会議を開催するなどして、同一補助のもと、処遇改善に向けての調査研究を進めたいと考えております。なお、消防団運営にかかる経費補助として、各分団に消防団運営交付金を支給しており、昨年度から3万円を上乗せした年間10万円を交付しているところでございます。次に4番目のご質問の、消防団車庫の最低限の設置基準はあるのかについてお答えいたします。消防団車庫の整備については、消防庁発出の消防団拠点施設及び地域防災の拠点施設についての通知があり、各市町村が施設を整備するにあたって参考となるよう、標準的に整備することが必要な施設が示されております。消防団が使用する車両や、機器材の収納場所の整備として、整備される車両に応じた車庫のスペースの確保、機器材安全装備品の格納ができるスペースの確保についての表記はありますが、規格や標準面積を示す基準が示されているものとはなっておりません。本市の現状といたしましては、消防団車庫については、長寿命化を図ることを基本に、毎年度、主に外装塗装や防水工事等を行っているところであり、また、消防団からの要望も聞きながら、計画的に維持補修工事を行っているところでございます。いずれにいたしましても、地域防災力の中核として重要な役割を果たす消防団員を確保していくことは、重要な課題と認識しており、今後とも消防団員の処遇改善や入団促進等に取り組んでまいる所存でございますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。13番、松本良道議員。クラブ活動熱中症対策について、例えばクラブ活動中、学校が休みの折にですね、校舎を使った場合に、暑い部屋が急にクーラーで冷えるわけじゃないので、すぐに移動できるようなスポットクーラーなり、扇風機みたいなものはあるんでしょうかね。教育長、各小中学校に今ご質問のスポットクーラーなどは置いております。はい、はい、松本良道議員。これ、学校ごとに、いろんな対応マニュアルみたいなものが、あるのでしょうかね。教育長、
こういう熱中症対策とかいろんな災害のことを含めてですね、緊急時の対応ということで、危機対応マニュアルというのはそれぞれの学校に、で策定しております。松本良道議。すいません、私辰野高校の、育友会の、副会長をしておりましたときに、息子が2年生だったんですけれども、その時にたまたま大使の同い年の、生徒だったんですが、倒れて、障害が出てしもたみたいなことが以前にありましたもんで、ちょっと気になってこの件について質問いたしました。私が言うまでもなく十分対応されとると思うんですけれども、この夏が、その暑い夏が来る前にもう一度ちょっと気を引き締めてお願いしておきたいと思います。これについては以上です。学校内での節電対策について、今、世界的な異常気象のために、穀物などが、不作いうことで、特に小麦粉の出来が悪くてですね、ここ数年異常な価格になっております。小麦粉を言いますと、日本でもパンに使われ、麺、それからケーキ、お菓子、主食のような感じで使われておるのが小麦粉なんですが、それがまたロシア、ウクライナの戦争がために、ますます上がっていっとるような状況で、燃料もそうですし、ガス代、電気代、すべてがどんどん上がってくるような状況になっとるわけで、この資源のない日本が、この先どなしたらいいんやということになりますと、やっぱりもう節約、とりあえずは節約していかないかんと、無駄なことはせんと、日本は食料品の廃棄量が世界で一番多いんですよね。だからとりあえずは節約という意味で節電対策を、問いました。クーラーのその基本料金って今言われましたけれども、要するにデマンド方式というものでしょうか。はい、窓の教育管理部長。はい、基本料金と申しましたのは、電力の料金を支払うときにですね、例えば1年間で一番使ったときの電力量を基準として、1年間の基本料金が定められます。ですので、こう波があるんですけれども、一番多いときを基準としますよということで、基本料金として、申し上げたもので、デマンド機能というのは、クーラーの設置の時からですね、そのクーラー自体に、つけておる機能になります。はい、13番松本良道議員。基本料金プラス使用時間、使用量みたいなものが電気代になるんですよね、やはり。そしたら、クーラーの使用時間をわずかでも短縮すれば、いくらかは電気代が安くなるということでしょうか。教育管理部長。はい、その通りでございます。で、そのために、空調の設備の運用指針というものを先ほども申しましたけれども定めておりまして、稼働期間ですとか、稼働時間、使用の目安等を定めております。13番松本良道議員。例えばその校舎を、火を当てないという意味で、古いですが、すだれとか、そういったことを利用するようなことはないですか。教育管理部長。教育管理部長。はい、ですね、すだれというのもあるんでしょうけれども、その運用指示の中では、カーテンですとか、扇風機ですね、そういうのを合わせて活用するということで、運用の中で定めております。13番松本良道議員。
まあ、宇宙はそうめん工場やってるんですけども、まあ、例えば暑い時にですね、とりあえず一番効果があるのは水やと思ってます。屋根から水撒いて、まあ、例えば鉄とか金属であれば、よく刀鍛冶が真っ赤になった鉄をジャブッとこう冷やしますよね。あれ一瞬で水の温度、触れる温度になるんですよ。ところが、まあ、コンクリートとか石とか言ったら熱伝導が悪いですから、なかなかいっぺんには下がりませんけれども、いっぺん冷やしてしまうと今度また温度も上がらないということで、まあ、そういった水を利用するいうのもかなりの効果があるんじゃないかと思います。はい、そういったことはどうですね、どうですかね。教育管理部長。はい、おっしゃる通り、水をまいたら当然冷えると思うんですけれども、やはり大きな施設でございますので、相当量の今度は水道の方がかかってくるかと思いますので、現在のところはやっておりません。はい、13番松本良三議員。まあ、水の量についてはね、そんなにいらないと思うんです。一瞬で冷えますんでね、まあ、そういった方法もあるかということで、言っておきます。それと都会のビル街で、まあ、コンクリートアスファルトがもう加熱されてどんどん温度が上がっとるということで、そしてまた室外機などが温度をどんどん上げてしまうということがありまして、まあ今はその塗料ですね、塗料なんかも、もうそのコンクリートや石に塗るだけで十何度温度を下げるみたいな塗料も開発されとるようなんで、まあ、そういったことも今後検討していただければなと思ってます。以上でございます。次いきます。消防団の、減少対策について、辰野市消防団員の減少は、平成18年から、令和4年200人減となっています。そしてまた平成31年から令和4年までの3年4年の間に100人減ということで、ここ近年急激に減少している状況でございます。これ年齢による消防団員の推移はどのようになってますか。はい、総務省。はい、減少の推移というのは今議員おっしゃった通りでございまして、そのうちの年代の構成で部分で言いますと、40代以下の団員数の減少が、目立つという状況でございます。13番松本良三議員。各市町村の、標準額支払い団員数かける1人当たりの経費3万6500円の額が人口に基づく標準的団員数かける1人当たりの経費の額 0.5 倍から2倍の団体については当該標準額支払い団員数に応じた額とすることというのがありますけれども、辰野市の人口に基づく標準的団員数っていうのは何人なんでしょうか。総務部長。375人です。はい、13番松本良三議員。1人当たりの経費 0.5 倍から2倍とあるが、辰野市は何倍ですか。総務部長。予算ベースの数値から弾いた数字によりますと 1.056 倍という数字になります。13番松本良三議員。団員の報酬は平成18年度と比べて現在は半減しているのはなぜですか。総務部長。はい、報酬自体は半減している状況にはございません。1万5000ということで推移しております。13番松本良三議員。
平成18年も1万5000円でしたか。どうも、はい、総務部長。すみません、今ちょっと資料持ってございませんので確認ができておりません。申し訳ございません。13番松本良三議員。出動報酬の額は災害に関する出動について1日あたり8000円とを標準とするとありますが、現在は、0円ということでなってますが、まあ、なんとかその全額いうわけにはいきませんけれども、出動に関しては出していただきたいなと思いますんで、なんとか今後検討していただきたいと思います。はい、総務長。答弁でお答えしましたが、この西有馬消防組合の構成市町と補聴を合わせながらということで今の会議を持とうとしておりますので、報酬につきましても他の市民についてもやっぱり1万円程度ということが多いということでございます。出場手当についても報酬無支給というような状況がございますので、まあ、国の示す部分についても認識しながらですね、で、まあ、交付税の、考え方というのも変わりつつありますので、まあ、財源を確保しながらということで検討していきたいと思っております。13番松本良三議員。消防団車庫の設備が各分団によりかなり差があるので最低限の設備をしていただきたいと思います。まあ、いろいろ車庫を見ておりますと、まあ、十分に機能しとる車庫と、まあ、まだまだなというところの差が結構ありますのでね、まあ、もうちょっとその下のレベルの底上げをお願いしたいと思いますが。はい、総務省。はい、例えば新設を、出す場合にですね、まあ、今年度は、多数の6分団をいたしますけれども、まあ、49平米というような設計をしております。その中身といいますのは、まあ、車を止めるスペース、それと資機材を置くスペースで、詰所的なところでトイレと流し台を設けてというような形をしておりますので、その規格についてはほぼほぼ同等のものを整備していっているということでございます。で、合わせて、まあ、新しくできないものについては承認かということで検討しておりますけれども、それについても特に雨漏りとかということを意識しながらやっておりまして、中の、設備関係については、まあ、それぞれ団交付金等を使いながらですね、各分団が工夫している状況にございますので、そのあたりも、まあ、要望等も含めながら検討させていきたいと思っております。13番松本良三議員。まあ、倉庫中の備品についてはね、当然分団が負担していろんなものを買うんだろうとは思うんですけれども、その外回り電気関係だけはなんとかよろしくお願いします。総務部長。いや、そのあたり現場のも見ながら、まあ、団との声も聞きながらということで計画的にしていきたいと思います。13番松本良三議員。国から今回のように法令改正するには、消防団の減少により、処遇改善の目的としていると思う。消防団員の報酬だけが消防団員の減少を食い止める手立てではないとは思いますが、日々自らの時間を削って活動している消防団に対して還元していかなければならないと思います。よろしくお願いいたします。以上でございます。はい。